キャッチクエスチョンズシリーズ第12作、ウォッチアルバムの機能をお伝えします。ホームアプリは iPhone および、こちらの Apple Watch 向けに、開発したアプリとなります。Apple 純正の写真アプリがありますが、この機能は Apple Watch では様々な欠点があります。まず、高画質の写真が扱えず、無限拡大できません。また、もう一回写真を見るときなどはその都度拡大する必要があります。また同期設定などで最近追加した項目とかそういったものをしてしまうと、古いけど重要な写真とかが勝手に消えてしまったりします。こういった問題を解決したのがホームアプリになります。まず、こちらの iPhone を、立ち上げますと、右上の写真ボタン、こちらから本アプリへ写真をインストールすることができます。まずインストールする写真の枚数をこのように数字を入力してアクセスを許可していただきます。そうしますとこのように写真が選べますので、何かこう写真を選択します。そうするとこのように新しく、項目がインストールされます。ここに、iPhone からの写真がこのアプリへインストールされます。でインストールした写真とかは削除したい場合はこの右上のエディットボタンを押して、所定のボタンを押すと、削除することができます。また写真全部削除したいとかいう場合は、この写真ボタンをまた押して、このデリートボタンから一気に写真削除することも可能です。で、iPhone の写真は高画質ですので、Apple Watch 向けに少し軽量化したいというような時がありましたら、こちらの Optimize ボタンを押します。そうすると、このリストにある写真がすべて軽量化されます。軽量化された写真はこういった OPT といったマークがこうつくようになります。次にインターネットからスクリーンショットをインストールする方法をお伝えします。インターネットはこの地球ボタンを押していただいて、そうすると Google が立ち上がります。ここで Yahoo など検索して、こういった Yahoo のサイトとかを見ることができます。で、お気に入りのサイトなどはこの本のボタンからアドを押すと URL をお気に入りとして登録することもできます。もう一回押すとこのように URL がここに表示されます。これで次回見に行くとき簡単にアクセスできます。それでは、このサイトをスクリーンショットを撮ってみたいと思います。右上のこちらのカメラボタンを押して、押すと、これでもスクリーンショットができました。で、写真をチェックすると、このようになっております。で、この写真をこれから Apple Watch に送信してみたいと思います。で、送信する際は、この右上の To Apple Watch ボタンを押してください。でこの時重要なのが、送る最中は、Apple Watch 側のアプリも立ち上げておく必要があります。はい。立ち上げた状態で、このセンドボタンを押します。で、Apple Watch への送信が完了すると、もう一回送ります。今来ましたね。はい、このように、Apple Watch 側に写真が送られるのが分かります。はい、で、Apple Watch の、拡大等は、もう一枚先ほど送ったのが来ましたね。はい、はい、2つ今、To Apple Watch ボタンを押したんで、2枚のスクリーンショットが今、Apple Watch に来ました。で、Apple Watch での拡大は、このトップイメージの下にこうボタンがどんどん写真の枚数分で出て
送った分だけ出てきますので、こちらを押して、ここでデジタルクラウンですね、これを回してみます。でアプローチですっごい小さな文字でも無限拡大できます。はい、このように見えます。でこの拡大したポイントなどはこう、次回見るときとか、別の写真とかをこう見てからもう一回この写真見てもその拡大したポイントが保存されますので、次回見るときとかすぐに写真確認することができます。以上で説明を終わります。ありがとうございました。